今夜最終回、海の始まり、忘れられない名言語選、夏、メグロハスと視聴者に刺さったセリフたち。スノーマンのメグロハスが主演を務めるドラマ、海の始まり、フジテレビ系、毎週月曜21時。登場人物それぞれの細かい心理描写や、メグロをはじめとする泉谷聖奈、有村架純。 大竹しのぶなどの俳優陣の演技力の高さ、そして胸をつくセリフ回しにも毎回反響が集まっている。放送も残すところあとわずか。この記事では、これまでに出た、名言を振り返っていく。写真、舞は名言の宝庫だった海の始まり、父、になっていく夏。目黒蓮、の姿本作は、脚本、うぶか 演出風間大輝、プロデューサー村瀬健のサイレント、フジテレビ系、チームが再集結した完全オリジナル作品。人と人との間に生まれる愛と、家族の物語を丁寧に書く。第一話、夏くんのパパいつ始まるの夏、目黒と海、泉谷の出会いが書かれた第一話。 夏は、大学時代のかつての恋人、水木、古川琴音、の葬儀で6歳の女の子、海と出会う。そこで水木の母、茜大竹忍、から、海は夏の娘だと知らされた。水木は夏に黙って海を出産していた。水木の葬儀の数日後、海は突然夏のアパートにやってくる。 二人はお互いに水木の動画を見せ合った。動画はもう終わりだという夏に、海はまま終わったのと質問、夏は死んじゃったんだよと答え死んだらどうなるかはわかんないけど、水木、お母さんじゃなくなるわけじゃないから、終わったんじゃないよと伝えた。すると海は、夏くんは夏くん、海のパパでしょ夏くんのパパ、 いつ始まるのと尋ねるのだった。海から出た直球のセリフに視聴者からは刺さる、破壊力でかすぎ、などの反響が集まっていた。第4話、知らないことって知ろうとするしかないのよ。第4話では、一週間の夏休みが取れたので海と出かけたいという夏に、水木の母、赤根、大竹、が、じゃあ、 その一週間、ここに住んだら。と、ナグモ家に住むことを提案。茜が、二人きりになるのが不安なんでしょ。と尋ねると、夏は、生活のイメージが全然できなくて、と自信なさげに答えた。すると茜は、お風呂って一人で入れると思う。歯磨きは着替えはなど、海のあれこれを質問。そして、 海の細かいことをまだあまりよく知らない夏に、知らないことって、知ろうとするしかないのよと伝え、夏休み、ちょっと住んだらいいんじゃない。一緒に暮らしたら、と改めて提案するのだった。物語後半では、親子のあり方に切り込むセリフや切ない恋のセリフも。第7は、子供を愛せない母親なんていっぱいいるのに、母のせい、 それが無償の愛って。第7話では、水木と角、池松壮介、の過去が書かれた。角は、水木が夏と別れた後に働いていた図書館の同僚で、仕事面だけでなく、様々な場面で育児や生活についても親子二人を支えてきた。水木の墓参りの帰り道、角と弥生、有村架純。 はなりゆきで二人で話すことに。その中で、弥生は、不正ってあまり使わないけど母性ってみんな気軽に使いますよね。無償の愛みたいな、そんな母親ばっかりじゃないのに、と言い放つ。弥生のその言葉で、角は昔に水木とした会話を思い出していた。角が、母性、という言葉を口にすると、水木は何ですか 母性って、無償の愛とかですかと質問。角が、うん、言葉にするなら、とうなずくと、水木は納得できないように、子供を愛せない母親なんていっぱいいるのに、母のせい、って、それが無償の愛って、口にしていた。やよいと水木に似ている部分があると感じた角は、やよいに、真逆の人選んでるのなんか腹立ってたんですけど、 ちょっと似てるんですね。それはそれで腹立ちますねと告げた。第8話、終電あるうちは今日だよね。第8話では、夏と弥生の別れが書かれた。弥生は、だんだんと夏、弥生、海の三人でいることが辛くなったと打ち明け三人でいたいって言ってくれて嬉しいんだけど、 嬉しいのに、やっぱり私は月岡くんと二人でいたかったとむねのうちを告白。そして、みちゃんのお母さんにはならない。月岡くんとは別れたいと決心を伝えた。夏は弥生を送るといい、今日まではいい。駅送ったら、それで終わりにするからと弥生の手を取った。手をつなぎながら駅のホームで何気ない話をして笑う二人。 やよいがふとスマホを見ると、0時を過ぎていた。やよいは、あ、もう今日終わってたと口にしつつも、終電あるうちは今日だよねとつぶやいた。夏は、うん、今日の終電だから、とうなずき、やよいは、じゃあまだ今日だ。まだ今日、とつぶやいた。その後、やよいは夏にエールを送り、電車に乗る。電車が発車すると、 やよいは電車の中で涙を流し、ホームに残った夏も声を上げて泣くのだった。やよいの終電あるうちは今日だよね、という言葉に視聴者からは涙が止まらなくなった、辛すぎる、好き同士の会話すぎて辛い、などの反響が集まった。第10話、自覚とか、責任とか、そんなんで子供育たないよ。第10話では、 海と二人で暮らすことを決めた夏が、会社の先輩の藤井、中島歩に相談する場面が書かれた。夏は藤井に、娘がいること、娘と二人で暮らすことを決めた、これからは子供のことだけ考えると伝える。藤井は、自分の妻が怪我で入院した際、 子供にご飯を食べさせ寝かしつけるだけで一苦労だった経験談を語る。それも覚悟の上だという夏は、海を転校させないために自分が転職することも視野に入れていることを明かす。すると藤井は、ないだろ。慣れない仕事しながら慣れない二人暮らしするのと言い、子供にストレスをかけたくないという夏に、 親がストレスでボロボロになったら子供に二次災害だよ。と告げる。藤井は、収入、減らない保証あるのと続け、自覚とか、責任とか、そんなんで子供育たないよと考えを口にするのだった。ドラマ、海の始まり、最終回は、フジテレビ系にて9月23日21時放送。